界でも76台とかすごい数少なくて、日本にも何台ぐらいあるんですか？日本に3台ぐらいって聞いてます。3台実在するんですね、世の中にね。964この番組やっててよかった。今回愛車をご紹介してくださるのは杉山さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。杉山です。よろしくお願いします。もうね、はい、初めて見ました私これ、はい、そうですか、ね、もう写真ではね見たことあるんだけど。いやだってこれ世界でも76台とかすごい数少なくて、日本にも何台ぐらいあるんですか？日本に3台ぐらいって聞いてます。3台。こちら改めてちょっと紹介してください。はい、まあ、964型のフラットノーズで、もともと日本仕様というのがあって、それが930と同じ形のフラットノーズだったんですよ。もともと964型のフラットノーズはこれが標準で、これが66台で、日本型が10台という形になってます、はい、いやーだけど本物見るの初めて、ね、鶴さんこれいつから所有してなさったんですか？これ14年前からですね。14年前、はい、どこで見つけたんですか？まあ、ずっとプロジェクトに乗ってたんですけど、はい、なんかちょっとやっぱりこれ昔からちょっと憧れがあったんで、はい、たまたま磨けたので、ちょっと金額的に厳しかったんですけど、ちょうどターボ 3.6 と、はい、あと46の M3 をちょっと手放せばなんとかなるかなということで、なんとかなりました。あ、そうだ。お仕事は何なさったんですか？あ、一応美術館の館長などをしてます。東京の江戸川区でやってます。どんな美術館なんですか？絵画が中心で、スペインの天才画家のホアキン・トレンツレアドという方の絵画を、はい、中心に展示してまして、この車も実は展示してます。なんかね、下品なことを聞いてるんですけど、これおいくらぐらいの月間現在は、14年前だと、日本でこの車が認識されてなかったんですよ、はい、誰も知らない状態で、比較的安く、1500ぐらいで、1500万だったんですか？はい、今いくらですか？今2億3000とか。2億3000万。そして1500万で売っていただけませんか？ですよね、いやどう、そういうのって、はい、自分の車がね、まあ、1500万ぐらいだって買うわけじゃないですか、はい、でどん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 これ上がってきますよね、はい、今2億3000万、うん、というのってどういう気持ちなんですか？そのいや、どっちかというと嫌ですね。もともと手放す気が全くないんで、でももともと小市民なんで、あまりこう高くなっていくと怖くて乗れなくなっちゃうんですよね。そういうのありますよね。確かに。いや、僕だから今日ね、お話聞いててここまでね、はい、群馬サーキットまで来てもらったのみたいな、どっちだったっけ？今日はどうやって？自走できました。自走できた。ほら、さすが、握手しました。自走できた。嬉しいよね。いや、なんかね、いやだからそれを普通にね、何気なくやっぱり自走で来てくれるところが杉山さんの、いやすごい、ちょっとお話しててもね、人からいいんじゃないですか、ね。じゃあ普段結構これ使ったりしてらっしゃるんですか？そうですね、まあ、あんま頻度は少なくなりましたけど、そうですよね、やはり使ってますね。やっぱ走らせないと。あ、そうか。雨の日は乗んないですよね。はい、雨の日とかは極力乗んないですけど、たまたま降ってきたことありますね。そうですね。いや、いいな、すごい、いいです、すごい、そうですか、ありがとうございます、はい、これあとは他は変わるとかはないんですか？ね、全くもうノーマルでそのまんま。いや、偉人ないよこれは。なんかね、これは偉人ない。ちょっと聞くと、ほらこれ普通ね、これね、こうじゃないですもんね。そうか、綺麗ですね。綺麗。でもその当時って実はこのフラットのものがそんなにね、みんな認識してなかったわけじゃないですか。でこれの方がもしかしたら邪道と思われていた醜いアヒルの子だったかもわかんないです。そうですね。そうですよね。醜いアヒルだったんですよ、これが。今はね、値段が上がってきたから、もう白鳥ですよ。そう、白鳥だったんですよ。でもそこのところをやはり杉山さんはそんなことじゃなくて、これを愛してるとか前提になったっていうところに、杉山さんのやっぱり ね素晴らしい人柄もあるし、殺し合いがあったような気がしますよ ね。なんかいいですよね、これつるんとしてるところが。そうですね、かわいいよね。目玉上げると、はいはい、本当のカエルの目玉みたいな。ちょっと上げてみてますか、はい、いいですか、はい、ほら、かわいい、トヨタ 2000GT みたいに ね、かわいい。このね、ここがいいんですよ、これが。そうこのなんかつるが、まあそうでもないですけどね。ああ、もう、まあこれシンプルなね、もうそれこそフラットの911ですよね。綺麗にしてるよね。空冷のポルシェのね、一番なんか
いい時代の。そうですね。ですよね。結構でもみっちり詰まってますね。うんうん、これ今日乗ってもいいんですか？うん、あのお手柔らかにお願いできれば大丈夫です。いやそりゃそうでしょう。ねえちょっと土屋さんちょっと。土屋さん、これあれですよ、ここでドリフトやったら殺されますよ、ね、もう大変ですよ、ここでやったら大事に乗りますよ、大事に乗ってきてくださいよ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。足は割と固めですね、もっとふにゃふにゃしてんのかなと思ったけど、割とバシッとしてますよね。何しろともう感じなくなっちゃいますけど、硬いですよね、やっぱり。はい、いやーすげー、これはすごい実在するんですね、世の中にね、964日本に3台あるうち、多分動いてるのこれだけですよ。あ、そうなんですか、ね、これはじゃあ江戸川区に展示してるんですか？展示してます、はあ、一応ちょっと展示場に屋根がないんで、はい、あの予約を受けて展示するみたいですけど、はあ、これはすごいわ、どこもやれてないですね。そうですね、しっかりしてるんですよね、すごいしっかりしてる。さっきドア閉めた時もそう、すごいしっかりしてる、まあ、歴代のものなんか大事にしてきたんだと思うんですけど、ミッションもすごいカチッとしてますね、そうなんですよ ね最初に乗った時に、はい、この新車の状態だったんですよ、あの、操作点が、はい、でボディもキッチリしてるし、すごい程度だったんですよ、ね、すごい程度いい、これもうなんかあれだね、土屋さん乗ってないんじゃないのこれあまりの運転おとなしいからねえ、ほんとこのドアの音聞いても、全然やれてないでしょ、はい、で運転しててもミッションも全然やれてない、もう新車ってこうだったんだろうなっていう、カチッカチッカチッっていう、すごいよこの程度の良さ。え、これ走行距離どのくらいですか？走行距離ね、3万多分4000ぐらいです。そんな少ないんですか？はい、3万。土屋さんはおとなしく運転してましたか？もうすごくね、ジェントルで丁寧であ、よかった。いや、私にもできないぐらい丁寧です。いつもはそんな人間じゃないんですよ。いつもはもうね、悪い男ですから。今日さすがにポリティたまには褒めたらどうなのかな。ね、いやもうね、猫かぶってますから、まあ、でもどうでした？よかったですね。だけど本当にこういう車を運転するときってこうオーナーの魂が入ってるから、やっぱこう大事に大事に運転するよね。いやでも本当にこの番組やっててよかった。よかった。まさかこのね、本物に乗れるとは思わなかった。初めて見た。よかったですね。感動した。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、
一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。